再編通りで。まあ、食欲元気はちょっと。ちょっとね。寝てるの。でも、2、3日ちょっと食欲なかったんだよね。なんか食べたくない感じ。あ、そうなんです。うん。で、ここをその2、3日は食べさせるために、おやつ振りかけて。ああ。そしたらいっぱいありますね。まあ、それ、そうしないとちょっと食べなかった感じ。でも今朝は全然元気で食べる。あの、振りかけなくても。うん。前だからね、5050円。今日5150円。2月の2日まで減ってんの。だから増えてます、100。僕はまあ、しっかりしてます。私もワンテンにおるから。でも発作がね、ちょっと、あの、毎日出ます。毎日っていうことないけど、昨日はもう結構何回です。3回ぐらいしたから。3回です。どんな時間帯ですか。夜中。夜中じゃない、起きてる時だから。夜とか。夜。どんな時だろう。でも2、3回したんだよね。夕方から夜かな。はい、夕方から夜。出やすい時間帯はね、多分一日の中で温度差がちょっと激しい時は出やすいかもしれない。まあ、必ずそうとは限らないんですけど、8.9 度熱はないし。飲むね、ちょっと喉触らせてみる。で、今日狂犬病の注射をお願いしたいんですけど。酒飲まなかった。はい、打ちます。あ、朝ごはんというか、朝ごはんを食べちゃった。もう食べてるんですね。食べてていいんですよ、あの注射を、予防注射で。来週の月曜日は、はい、検査と、その混合ワクチン。検査と混合ワクチン。あ、違うの、混合ワクチン。検査だけにしてください。検査だけ。はい。で、ご飯持ってきてくださいね、朝。ご飯は抜いてくるんだよね。抜いて、で、持ってきてくださいね。あの、その。あ、そう。じゃあ、またワクチンのうちに、また秘密作らねえかも。の方がいいですね、忘れたら。ワクチンはその場で来て、あの、身体検査してすぐ受けれますから。はい、じゃあこっち向き。注射はもう、はい、じゃあちょっと続きいきますね。はい、こっち。こっちで弱くていいのに。こっちして。OK。いいですね。デンタル系は岩の感じで。はい。とても綺麗だし、匂わなくていいと思います。はい、こっちは。まあ、特にあの外側の奥歯の奥の方ですね。うん、ほっぺたの裏、あの裏側のそこをちょっとしっかり焼けておいてほしいですね。最近来ました？トレーニング。来ましたね。一週、先週の金曜日かな。はい、あ、最近ですね。はい。まあ、これぐらいかな。
大方は出せてるもん、それ出せてないと思ったけど、そうか、それが出ちゃったか。はい、で、抗戦勝者100の2、はい、ロイドはさ、2週間単位で量を下げてきてるんですよ、うん、だから、今飲んでるのってさ 0.53 ミリとかね 0.35 ミリとか、多い時は5ミリぐらいだから、もう10分の1セロイドに少ない量になる。それが結構さ、炎症を抑える働きがあるんですよ。だけどセロイドだからやっぱ下げていきたい。で、本格としてさ、まあ1回目の時期やったのもつなくてもいいんだけど、3回も次するんだったら、ちょっと、本格的な薬をちょっと用意しますんで、だからそれは、赤心型無理のもつなくてもいいんですよ。で、セミドっていうちょっと、おしっこを出さすのを、ちょっと出してみます。その、何その、どのぐらいを目安に飲ませればいい？まあ3回超えたら、あの1回の席が3回以上、そう、3回以上、まあ、3回したらやっていいです。セミノって80だよね、あれ40だよね。だからそれはね、飲まない可能性が高いじゃないですか。だから、それごとさ、なんか、ジクロックみたいに入れて、冷凍室に入れて、で、その席が、席がなくて、あんまり止まらんときだけ言いますけど、それでも止まらんかったら、まあ、相談して、電話で相談してくださいね。はい、じゃあ、そのままさ、咳してるときに飲ませる。いや、咳してるときは、そんなの飲めないですよ。ちょっと、咳を落ち着いたら。ちょっと落ち着いたら、今日は薬って4週間、うん、作っといてくれたらしいから、じゃあ、まあ、いつもの薬は4週間ね、で、あの B のステロイドは今 0.35 が 0.18、 そのあとは 0.0 っていうめっちゃ少なくなりますね。それはまあ4週間分出します。でもなんか少なくなってきてから しだしてるような気配はある。あんまりこの豚腹で収まらないんだったらまだちょっと増やすかもしれない。なるべくも増やしたくないんですよ、うん、あのいい薬なんだけどやっぱり2日に1回では作用が出にくいと思うのもね、見ちゃうか、あちらでクロセミドっていう薬、でそんでまあ電化だったらその後飲ませなくてもいいし、また出るんだったら飲ませてもいいです。でもこれ飲んでもまあ1日2回まで、あ、けどあれ時間は12時間、12時間1日2回までにしてください。で、
これをさ、そんな毎日飲まなかんようだったらちょっとそうなんですよ。そうだね、まあ、そこまでそんな感じではないんだけど、じゃあステロイドが下がってるから出やすくなってくる可能性はある。うん、それはちょっと感じてる。はい、じゃあ、狂犬病の証明書、それからお薬4週間分と、じゃあこれは14回分ね、14回分、はい、だから、まあ、1日2回の何日分で書いてきますけど、14個出すわけですけど、コンサートで飲ませなくていいですからね。はい、じゃあちょっとお待ちください。急にさ、デキサー 0.5 とアンチン 2cc。